打ち込めなかったり、ストップ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 。いや、今日はね、別に阪神の応援っていうわけではないんですよ。皆さん見てください、これ。中谷 T シャツ。これめっちゃかっこよくないですか？実はですね、これハードコアチョコレートさんっていう服屋さん、主に T シャツを販売されてるお店なんですけども、なんと、そのハードコアチョコレートさんと、阪神タイガースの、コラボ T シャツが発売されました。ハードコアチョコレートさん、略してコアチョコね、そのコアチョコの T シャツは、結構ね、もうデザインがインパクトのある T シャツばっかりなんですよ。そのコアチョコさんの阪神タイガースコラボ T シャツ、一体どんな T シャツなのか、紹介していきましょう。まずは阪神のエース、いや球界を代表するエース、安定感抜群、脱三振マシーン、ランディメッセンジャー T シャツ。いや、これめっちゃかっこいいないっすか？これめちゃくちゃインパクトあるでしょ？もうこの人がね、阪神にいなかったと思うとね、もうゾッとしますよ。生涯ね、虎宣言をしてくれましたので、もう安心です。これを着てね、甲子園球場に阪神戦を見に行くのもよし、豚骨ラーメンを食べに行くのもよし、ね、もうその際ね、スープはこぼさないようにね、注意してくださいよ。はい、続いては、連続試合出場記録が止まっても、まだまだ阪神にはこの人の力が必要、鳥谷敬 T シャツ。見てください、これ。ねえ。もう夢乗せて羽ばたけよ。鋭いスイング見せてくれですよね。まあ応援歌言うてるだけですけども。来たらこんな感じです。ね。かっこいい。ね。顔のところこう、マジックで塗りつぶして、フェイスガードにしたらダメですよ。まあ誰が何と言おうと、鳥谷選手は阪神タイガースの顔ですので、これからも活躍お願いします。スタメンでお願いしますよ。そして、2017年最優秀中継ぎ投手賞、マルコス・マテオ T シャツ。ちょっと見てくださいよ、このダイナミックなフォーム。ね。まあ、これはね、4月8日、京セラドームで炎上した時のマテオ投手ですね。まあ、嘘ですよ。嘘ですよ。もう、殿下の宝刀スライダーで、空振り三振取ってる時のマテオ投手です。ね。めっちゃかっこいいでしょ？はい、来たらこんな感じです。ね。まあ、マテオ投手ね、たまに炎上しちゃいますけども、まあ、よく頑張ってくれてると思いますよ。ほんまにね。また派手なガッツポーズね、こう見たいですね。そして続きまして、震えるつま先、高なる鼓動。出ました！藤川純一 T シャツ！あ、すいません。藤川球児 T シャツ！すいません。間違えました。高知商業時代、バッテリー組んでたお兄ちゃんの方の名前言ってしまいました。阪神関係なかった。いや、これもめちゃくちゃかっこいい。ね。まあ、この瞬間ですよ。藤川球児のね、この投球フォームのこの瞬間がね、まあ、阪神ファンなら共感してくれると思いますけども、この瞬間が一番かっこいい。こんな感じでーす。ね。投手陣のまとめ役、これからもお願いします。そして、優勝するにはこの人の復活が絶対に必要、藤波慎太郎 T シャツ。はい、こんな感じでーす。ね、藤浪投手ね、復活待ってますよ。まあ、阪神はね、打てませんけども、投手力で言えば、ナンバーワンですので、その投手陣の中に、藤浪さんが戻ってきてくれたら、もう鬼に金棒ですので、阪神ファンは待ってますよ。お願いしますよね。ちょっとこれ、T シャツの紹介の動画でなんか阪神に対するメッセージ性強いな。ごめんなさいね。まあ、今紹介しました、選手コラボ T シャツ以外にも、見てください。タイガースマークの、このロゴのね、T シャツ。こんな感じ。ね、これもめっちゃインパクトある。そして、トラッキー T シャツ。はい、こんな感じでーす。ね、これは可愛いね。はい、ということで今日はですね、ハードコアチョコレートさんと阪神タイガースの、コラボ T シャツを紹介させていただきました。そしてお店の場所なんですけども、大阪やったら、千日前。日本橋駅を降りて、歩いてすぐのところにあります。東京は、中野、東中野かな、東中野にあります。まあお店が遠いって方はですね、まあね、阪神ファンは全国にいますので、お店が遠いって方はですね、オンラインショップでも買うことができますので、下の概要欄に、URL 貼ってますので、そこから入って、ぜひ買ってみてください。まだね、阪神ファンの中ではね、この T シャツね、まだ広まってないと思いますのでね、着ていったら目立てると思います。はい、それでは行きましょう。阪神タイガース優勝すんぞー！イエーイ！イエーイ！